吉田さん、毎朝ライブ放送をやっていて、でメインのチャンネルからサブに移ったんですけども、やっぱりね、いつもコメント書いてくださる方はサブチャンネルにそのまま移ってきてくださるんですよ。でコメントは書かないけども来てくださる方ね、流動商標っていうのかな、流動視聴者の方は来たり来なかったりだと思うんですけども、あのサブチャンネルに変えたことによって、サブチャンネルに来てくださる新規の方もいらっしゃるんで、例えて言えばね、あの私が我が家の前でパンを売ってます、こうやって、そしたらいつもの人が来てくれます、地元の人とかね。でもいきなり北海道や沖縄に行ってパンを売り始めました、さすがに私の自宅のお客さんが来てくれる例は少ないけども、でも通りすがりにね、ポンポンと買ってくださる方もいるのかなと思うんですよ。その中からまた新たな土地で新たなる常連さんが発掘できるんだと思うんですよね。で再生数が少ないことっていうのは、もちろんメインからサブに来たら少ないわけですけども、別に落ち込む必要はなくって、自分の力がそこなんだっていうふうに確かめられれば、次の一歩って踏み出せると思うんですよね。恐ろしいのが、自分の力のなさを自己否定して認めないこと、プラス自分がちゃんと力があるのに、それを今度ね、自己否定して謙遜しすぎること、やっぱりいつも等身大の自分の、その状況で、その置かれた状況での条件での等身大の姿をすぐにね、キャッチして、それに見合った行動をするのが、まあ小さいことからやっていくってことなんですよね。チャンネル登録ね、私も1万人を超えてるメインチャンネルを扱っていて、サブチャンネルはどう頑張っても1000人いかないわけですよ。でも1000人には向かってるんですよね。それなんで向かうかっていうと、毎日投稿してるからなんですよね、1週間で3人増えた、10週間で30人、少ないじゃないかって感じがしますよね。少ないけど増えてるわけなんで、あとはこれにどうブーストをかけていくかって問題になってきますよね。だからワントゥーワン動画を増やしていったりとか、対談をしてみたりとか、ちょっとアクセスの高い YouTuber さんに絡んでいくとか、逆にアクセスの少ない YouTuber さんに絡んでいくとかっていう方法があるのかなと思います。まあやることは1万人になっても100人の時でも変わらないなってことですよね。最も変わらないのが投稿し続けることかなと思います。いってらっしゃい。